東京オリンピック・パラリンピックの公式パートナー企業に対し、警視庁は脅威が高まっているサプライチェーン攻撃と呼ばれるサイバー攻撃への注意を呼びかけました。サプライチェーン攻撃はターゲットとなる大手企業を直接狙わずに、セキュリティ対策が遅れている子会社を経由するなどしてサイバー攻撃を仕掛ける方法です。警視庁は昨日、公式パートナー企業46社の担当者80人に対し、会社がサイバー攻撃を受けた時の対処方法などについて、パソコンを使った訓練を行いました。専門家の講義では、実際にあったサプライチェーン攻撃の事例などを紹介して、各企業の担当者に注意を呼びかけました。警視庁オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部の斉藤実本部長は、関連先や関連企業のセキュリティ対策の向上と、何かあった際の情報共有についてもご検討いただきたいなどと話していました。